はい、皆さんこんにちは。パイレーツ取材班でございます。先日、自称世界一早いモズ古市古墳群取材というのにですね、ユネスコの登録されてから次の日に行ったというのがありまして、全く好評は博さなかったんですけど、内心結構バズるかなとか思ってただけにね、非常に残念だったんですけど、そんな世の中甘いもんではないということですね。それはいいとしまして、我が町ですね、柏原市の近くにはそういったモズ古市古墳群以外にもたくさん古墳といいますか、そういった門物がありまして、特にですね、飛鳥が近いんですね。奈良県の中でも、奈良市内まで行くのはちょっと距離があるんで、それでもそんな遠くはないんですけれども、より近いのが近鉄大阪線吉野線沿線の奈良ですね、飛鳥ですね、ここは柏原なんですけど、奈良県の橿原宮とかああいうとこめちゃくちゃ近いですからね。そういったところをちょっと関西歴史探訪シリーズということで車でお手軽に撮って歩けるというシリーズを開発してしまいましたんで、私事なんですけども、某SNS 上でですね、7キロ痩せるまで旅行には一切出ませんという宣言をしてしまいまして、別にそんなことは7キロ痩せたかどうかなんていうのは本当に自己申告だからどうでもいいことなんですけど、一応それをね、軽々と達成しないうちから初日から破るわけにいかないということですね。それとね、あと なぜそういった宣言をしたかというと、国内国外旅行行ってもやっぱり旅の楽しさ、何が楽しいかというと、その旅先ごとの美味しいものを食べることなんですけどね。ただやはりどうしても安くて美味しいもの B 級グルメになってしまうと、ほとんど炭水化物の塊ということです。私糖尿病の毛がかなり症状がそこそこ出てますんで、とにかく炭水化物を食べられることができない。そうするともう旅先ではなんかお刺身とかね、そういうものしか食べられないというのは非常に残念ということで、とりあえず体重を減らして、まずそのちょっと手足がしびれる症状が出るんですね。その症状をまず改善させようと、糖尿病まだまだこれ一生年治療は続くんですけども、そのまま治療のまず第一歩の書に就こうというのがこの7キロ減量の趣旨です。で、この7キロ減量を達成するまでは旅に出ないと、美味しいものも食べないと心に誓っているんですけれども、かといってこういったロケをやめるわけにはいきませんのでね、その車とか電車とかで家の近辺を回れる範囲、これはちょっと旅とも言いませんし、そもそも関西近辺であればそんなにね、美味しいものを食べたいという機会もないですんで、関西自体には美味しいものたくさんあるんですけどね、旅先グルメという感じで食べることはありませんので、そういう感じで近郊関西歴史探訪シリーズか、鉄道探訪シリーズになると思うんですけど、関西近辺を巡っていこうと思います。今日はこれから飛鳥に、まず飛鳥ですね、かの有名な石舞台古墳にまず向かいたいと思います。その先、右方向です。はい、ここはですね、近鉄の、大阪線大京大前、大阪教育大前という駅なんですね。で、これがおそらくですが大阪府内、大阪線の中で大阪府内最後の駅だと思うんですけれども、この間私先日名古屋旅の帰りにですね、アーバンライナー乗りまして、奈良県境を越えて大阪府に入った途端にこの大京大駅が出てきたんですね。で、大京大駅の次が河内国府、私の家の割と最寄りの駅ですから、うちの家から奈良県ってこんな近いんだと改めて再認識したわけですね。うすうす分かってはいたんですが、体感的に奈良県の県境までどれぐらいなのかというのは分かっていなかったんです。で、今通ってるちょっと裏道的なところなんですが、これ私がよく通るルートで渋滞回避のルートなんですね。で、ここを今信号を右に曲がりますと国道165号線、西名阪の柏原インターというところなんですね。ここですね。で、ここ先に柏原インターがありますが、ここ号までは渋滞なしで来れますんでね、大阪市内方面に行くときはこの柏原インターから乗ってしまうことが結構あります。これちょっと165分若干渋滞してそうですね。この雨なんでそれほど行楽とかに向かう人はいないんじゃないかと思っていたんですが、ここは結構慢性的に渋滞するところなんで仕方ないところですね。この先また奈良県の柏というところに抜けるんですが、柏方面抜けたらまた回します。はい、で、
先ほど泊まったところからあの柏インターがもう5分も来ないとこでね、奈良県柏市ということで、柏原市の次は柏市で、であの事務店が即したのが橿原宮ということで、この辺りの地名結構ややこしいんですね。ということで私の家から本当ね、ものの10分ぐらいでしょうか、空いてれば10分ぐらいで来ると思いますね。こんな近いところにはもう奈良県があるということで、あの柏原がいかに大阪の中でも偏僻なところかというのが分かると思います。はい、まず飛鳥に行く予定だったんですけど、ちょっとあの急遽予定変更しまして、ここはね橿原の近くにある藤原宮っていうんですかね、あの藤原宮というところでして、私も本当日本史が疎いんですけれども、ちょっと調べたところに言うと持統天皇の頃の都があったと。でこの後にあの元明天皇があの遷都をして、奈良の都に移った、奈良の平城京に移ったということで、まあ、平城京の一つ前の都はこの辺りということなんですね。で突如としてこういうなんかはあの曰くありげな空白といいますかね、空き地が広がってまして、この南側にもちょっと藤原宮跡というこういう町で見るとこういう感じなんですけど、跡地とかありますね。ちょっとここら辺を散策してみたいと思います。はい、ここにちょうどいい具合に藤原宮跡の、説明がありましたね。今ここにいて先ほど言ったこの野原の辺り、あの辺りが、まあ、大理の後ろ側ですかね、醍醐池という池があったみたい でこっちが大極殿ですかね、こっちに、まあ、そういった施設があったみたいです。今はそういった建物ないんでしょうけどね。でこれがですね、耳なし山、うねび山、かぐ山、天のかぐ山、あの有名な天のかぐ山ですね。この3つが確か、はい、耳なし山、うねび山、かぐ天のかぐ山、この3つが有名な大和三山というものだと思われます。この3つの大和三山の中に囲まれているのが藤原京ですね。この、まあ、持統天皇、持統文武元明の3代にわたって都だったんですけど、元明天皇でいうんですか、元明天皇だと思ったんですけど、この後にあの奈良町あの奈良の都に移ったという、平城京に移ったということですね。平城京のちょっと前に、まあ、本当に短い間ですね、十何年かの間だけ都だった場所がここということみたいです。でこっちの方向に行くとね、飛鳥ですから、そうですね、飛鳥村ですから、飛鳥とあの奈良の都のちょうど、飛鳥にかなり近いんですけどね、飛鳥寄りの、中間地点にあるという感じでしょうか。橿原っていうのはね、あのもちろんあの有名なのが神武天皇が即位した場所が橿原ですから、もともと大和朝廷 朝廷の大和政権というのはこの辺りにあったんであろうと。でその後この前にいたあのモズとかね、古市とかあっちの方に一旦移ってまたこっちに戻ってきたのかなという気もしなくもないんですけど、ちょっと領母は向こうにあって、あの都はこっちの方にあったのかもしれませんし、ちょっとすいません、そこら辺は私勉強不足です。藤原京というのは非常に、まあ、日本史の中ではかなり目立たない存在だと思うんですけど、こういうのもね、家の近くにあるとなかなかあの見に来てみたくなるものです。こういうね、あんまり観光地がいないね、あのマイナーなところが私は好きなんですね。何かあるんですかね、そういう建物とか史跡とかフォトジェニックなところがあるんでしょうか。ちょっと面白そうなものがあったらまた回します。はい、この辺から藤原宮の跡地ということで、まあ、しかし道が狭くて歩きにくいんですけど、ここに醍醐池っていうのがあるんですね。こんな大きな池があるんですね。このだだっ広いところがそういう史跡なんですかね。今なんか野球やってますね。今もなんか草野球の練習場とかしちゃってますけどね。まあ確かに、あの私宮城県にいて多賀城の跡というのをね見たことあるんですけど、ちょっと似た雰囲気ですね。こういうねだだっ広い何にもない空き地が広がっているというのが、まあ、古代の遺跡の本当の意味の遺跡のね、それっぽい感じがしていいですよね。今は野球の練習場とかしております。なんかいろいろはあの曰くありげなものがありますね。まあ、そこにはちょっと人工
物的な、後から作った的な何かが立ってますけど、何なんでしょうかこれは。まあ、期間が短いとはいえね、奈良町 の、 平城京の移る前の十数年間ここに都があったわけですから、それはね大和政権のど真ん中ですから、それは大きいですよ。これはかなり大きいですね。なんかそういったところに大極殿とかそういった建物があった後を復元しようとしたなんかそういったモニュメントなのかもしれませんが、このね広い空間を見るだけでなんかなんとなく古代のロマンを感じるなというものであります。それにしても大和三山というのは本当にね目立たないんですよね。どのとこがどの山かというのはほとんど私には見分けがつきません。ちなみに万葉集というのはね、おそらくこの頃じゃないかなと思うんですけど、歴史好き文学好きの皆さんどうでしょうか。こういう感じなんですね。これ近くにある資料館の2階からなんですけど、よく具合が分かります。百人一首の例の大変有名な歌、後で紹介しますけど、歌が作られた場所ですね。これね、コスモスが咲いてる時だったら綺麗でしょうね。キバナコスモスとかね、こういった花の時期に来るとまたより一層綺麗かもしれません。これですね、天の神山といえばこの歌ですね。春過ぎて夏来たらしい白たえの衣干したり天の神山と。この天の神山が大和三山の一つということですね。持統天皇の御姓です。なんかね、中学校の文化財チックな、このでも模型はなかなか立派ですね。はい、我々がね小学校の方に誰もが読んだ持統天皇の歌ですよね。天の神山歌われている、あの有名な天の神山というのはあっちの方の山みたいです。どれが天の神山なんかはっきり分かんないんですけど、割と低いんですよね。でちょっと分かりにくいですかね。あっちの民家の上に後ろにこんもりと見えるのがあれが耳なし山で、ちょっとこっちから隠れちゃってますけど、うねび山、これが大和三山と言われるものみたいです。まあ、大和三山って非常に、ね、目立たないというか低い山なんで見つけにくいんですけども、かの有名な歌が歌われたのはこの辺りということでね、今では本当にもうつわものどもが有名な跡という感じで、ね、ただの田舎なんですけども、かつてはここら辺の日本の中心だったということですね。で、橿原市っていうとどの辺りになるのかちょっとピンとこないかもしれないですけど、鉄道ファンの方で言えば大和八木ですね。近鉄の主要駅である大和八木の辺りが橿原市の中心だということです。で、今私は来る予定をちょっと変更して藤原京にちょっとなんていうか反射的に来てしまったんですけど、一箇所どうしても行きたいところがありまして、これは鉄道ポイントなんですけれども、かの有名な大和八木のすぐ近くにある場所にちょっと行きたいと思います。 JR の駅です。低いんですけど周りがね平地なんで分かりやすいですね。これがうねび山です。ポコッと出てますね。で、ここにもポコッと出てる、これが耳なし山。天の神山とどのポコなのかよく分からないですけど、似たような山だと思います。この山というか丘みたいなね、この3つの大和三山に囲まれたのがこの藤原京であったということですね。まさにこれ万葉のふるさとそのものではないかと思いますね。はい、で、この藤原京のあたりもね世界遺産に指定しようというような動きがあるみたいなんですけれども、先日の百舌鳥市古墳群のことでね、私もそれに触発されてにわか日本史ファン なりつつあるんですけども、そういったあたりを調べていくと、どうしてもこのあたりね、藤原京のあたりとか万葉集の話とかどうしても続いてゾロゾロと出てくるんですよね。ということで、ここら辺はさすがにちょっと観光するしてもらうにはね、あんまりメインなスポットではないと思うんですけど、むしろ歴史好き古代史好きの人にとってはなかなかいいポイントではないかと思います。観光客も少ないそうですからね。でもね、さっきから見てるんですけど、結構ね、ど田舎のくせに言ってると悪いんですけど、結構車が来てるんでね、今日土曜日ですから、ひょっとするとこの辺り、私のようなにわか日本史ファンが、この辺りの万葉のふるさとを訪ねてきてるのかもしれません。まあ、私は悪いことではないと思いますけどね、あんまり人が来すぎて、渋滞したりするとあれなんですけども、もう本当に京都とか奈良はね、とにかく人が多い、車も多いですけど、もう人うじゃうじゃですわ、外国人観光客だらけでね。
で外国人観光客が観光客がインバウンドで来ること自体もちろんいいことなんですけれども、まあ、我々日本人はちょっとね大人の観光旅行といいますか、少しねやっぱ深いところを日本人ならでは日本人の大人では大人ならね修学旅行ではないんですから我々見ていこうと、そういう意味ではここら辺はね日本人に関してずぶの素人である私から見ても非常になんていうか通好みですね、いいですねこの辺りは。大和三山に囲まれたこの藤原京の地、ぜひ一度訪めてみていただきたいと思います。電車でも来れますね。で今から電車で来るにはどうしたらいいかというあたりをちょっと紹介したいと思います。このチャンネル一応ね鉄オタ鉄チャンネルということですので、少しぐらい鉄道要素を紹介しておかないといけません。はい、で今私が来ているのがですね JR 桜井線のうねびという駅なんですね。これうねびって読めないですよね。でこの難読地名の面白さっていうのもあるんですけどね、この面白さがねすぐ前に JR の八木駅があるんですよね。もう本当に歩いて 3,4 分というところでして、もう八木って言えばもう近鉄をもう代表するようなもう主要駅ですから、この八木の近くにですね JR の駅があって、しかもねちょっと見てくださいよこれですよ、この調子。これね私最初に来たこの駅に降りた時に、この駅ってまだ SL 走ってるんかいって思いましたね。真面目に思いましたよね。いやこれね本当にこのね大和八木なんていう大駅の目の前でねよくこの古い駅を残してますね。このねうねび駅は私大好きなんですね。非常に趣があって木造の駅が残っております。ちょっとだけ中覗いてみましょう。こういう感じですね。いや本当にね今にもSL が走ってきそうな駅なんですけど、近鉄の八木駅のすぐ近くということで面白い対比です。はい、今桜井線のうねび駅を出たところなんですけど、この駅がいかに大和八木に近いかというのをノーカットでお送りいたしましょう。このうねびから北へ上がっていく道をすぐ行くと、すぐ横にねこれもまた名駅で迷う駅、名駅で有名な八木西口という駅があるんですね。でこの八木西口という駅はですね一応一つの駅の体裁を取っているんですけども、実は大和八木駅の構内扱いになってましてですね、八木西口から大和八木へ乗る場合はですね切符がないんですね。まあ実際上乗る人がいるみたいで、最低区間の切符を買ったらいいみたいなんですけど、まあ言ってみれば構内で乗り降りするもんですから、まあ入場券みたいなもんですね。最低区間の切符を売るんだと思いますけど、そういった八木西口の駅というのがありまして、でそのすぐ数百メーター先に大和八木駅があります。ちょっと ノーカットと言っちゃった手前ね、赤信号で捕まってるんですけど、あえて切らないでいきます。であと先ほど飛鳥に行こうかなと思ったんですけれども、ちょっと飛鳥は飛鳥でね見どころがありすぎるのと、雨がパラパラ降ってきてしまいましたね。またちょっと飛鳥の辺は後日に回したいと思います。今日は藤原京とうねびをめぐる、藤原京うねび、大和三山をめぐる小さな旅ということで、小さな短い動画にまとめたいと思います。で大和八木の駅前に着いたらそれで終わりということにしますね。ここねしかし、まあ、大和八木はもう本当近鉄の主要な駅ですから、バンバン快速急行とか特急とか特急も結構走ってますしね。この間乗ったアーバンライナー通過してしまいましたけれども、オツ特急でしたらもう普通に大和八木止まりますん でしかもこの橿原線ですかね、京都方面に行く線と大阪線が交わる駅ですから、もうめちゃくちゃ便利な場所なんですよね。だからここら辺に住んでる人はね、まあまあほとんどほぼほぼ近鉄を利用するかと思うんですけど、あとね蒸気機関車時代かよみたいな、明治時代さながらの駅がうねび駅がね、本当にあの駅は物語ってると思うんですけども、まあこの辺り奈良盆地の中ってのは本当に近鉄王国だなと思わせられましたね。大和八木、まあ今から見るんですけど、この大和八木のにぎわいと蒸気機関車時代のさながらのうねびを見てしまうとね、どんだけやっぱり国鉄がやる気がなかったねということを感じざるを得ないですよね。ここちょっと左曲がってみましょうか。はい、
もうここは大和八木の駅前ですね。どっかそこら辺で止めて、あのこの辺は終わりにしたいと思います。次回またね、あのちょっと日を改めてアスカのお届けしたいと思いますので、アスカ編をお楽しみにということで、はい、とりあえず皆様ご視聴ありがとうございました。